君たちが来てくれなかったらどうなった？いいってことよ。でも避難所はめちゃくちゃ困ったわね。食料の大半が明日の分は持ちそうだが、こいつせめて馬車が使えれば港への道の整備にはまだ道はそこしかないのかしら。迂回路があるにはあるが、魔物がうじゃうじゃ。だったらオイラたちに任せてくれよ。いいのか。さっきの戦いっぷりを見ていたら任せられそうだけど。あれ？ほら、本当だ。君が勇気を出したから壊されずに済ん。念のため外を見回ってきたが、もう大丈夫だ。お父さん、ほら見て、絵が無事だったよ。えらいわけがあるか。魔物に歯向かってんじゃねえ、死ぬ気か。だって怒らないであげてよ。この子は君の絵を守ろうとしたんだよ。うるせえ。そんなもののために大怪我でもしたらどうするんだ。怪我しなかったんだからいいじゃないか。こんな絵どうだっていいんだよ。俺の家族が死ぬくらいなら、こんなもの！ひどいよお父さん。なんであんなことするの？来い。怪我の手当てをするぞ。怪我なんてしてないよ。ねえ、お父さんどこに行くの？ねえ！大丈夫か？僕は平気。気持ちはわかるけど、いくらなんでもやりすぎよ。私、あの人にちょっと言ってくるわ。カロさん。ううん。ただ、あの人のことが心配でね。誰よりも絵を愛してた人なんだ。こんな風に放り投げるなんて。魔物もいなくなったことだし、僕はアトリエに帰るよ。本当に助かった。カロさん。はい。とても。誰よりも絵を愛していた。ありがたいぜ。役にも立たん演奏会なんかより、あの人、元はあんなこと言う人じゃなかったのかも。僕、カロさんをアトリエまで送っていきます。何かできるわけじゃないですけど、一人にはしておけないです。おい！エルタのやつ、森には魔物が出るってこと忘れてんじゃねえか？あれ、困ったな。暗いから見失っちゃったのかも。あ、どうしよう。こうなったら、歌で落ち着かせて、その隙に。人の声がしたと思ったら、エルタだったんだ。今の魔物が倒れたのってカロさんがやったんですか？人前ではやらないんだけどね。こうやって筆を振って絵の具を飛ばすんだ。筆は剣より強しって言うだ。確かに。僕を心配して来てくれたのかい？危険な目に合わせてごめんね。ここは魔物が多いんだ。町の人が来ないから隠れ暮らすにはちょうどいいんだけど。そういえば、その絵って
アトリエに持っていくんですか？うん、直してみようかなって。直せるんですか？あとは残るだろうけど、やれるだけやってみるつもりだよ。いい絵だと思わないか？捨てるなんてもったいなさすぎる。あの男の人、素直に受け取ってくれるといいですけど。受け取ってもらえないなら、捨てたことにして僕が預かるよ。どうしてかな。今はあんまり受け取ってもらえるかどうかなんて気にならないや。そうなんですか。不思議だね。少し歩こうか。誰かと話がしたい気分だったんだ。何か音楽があるといいね。この曲、一回しか聞いてないからところどころ間違ってるかもしれないけど、いい曲だね。この歌はある青少女を眠らせるために伝説的な銀雄気空団が歌った歌なんです。僕にとってはまだ両親がいた頃に歌ってもらった子守歌でもあるんですけど。そうなんだ。君にとって特別な歌なんだね。エルタは曲は聴いて覚える方が多いのかな？そうですね。旅で立ち寄った島で曲を教わることも多いですから。奏者が歌い繋いできた曲。それも人の温かみや歴史を感じられて、僕はね、スコアを読むのも好きなんだ。アトリエにあるコレクションを時々読み物代わりにしてる。スコアってオーケストラとかで使われる奏譜ですよね。僕は数えるほどしか見たことないです。いいものだよ。今度アトリエに来たら見せてあげる。何段にも連なった五線譜が奏でる響き、音符では書ききれなかった思いを綴るメモ書きのような標語の数々。アマービレ、カンタービレ、ドルチェ、レガート、ファンタスティーコ。手のひらに落ちた雪のように刹那の間に消えてしまう音楽に、作者はどんな思いを込めたのか。想像すると無性に胸が高鳴るんだ。まるで時と場所を超えて心に触れられたような気がしてね。その気持ち僕もわかります。音楽は目には見えないから正確な形で残すことはできません。だから曲が作られた背景や歌い継がれてきた軌跡を感じながら自分で探していかないといけない。そしてこれだってものにたどり着いた時、演奏しながらすごく感動するんです。曲の本当の姿が分かった気がして、曲に込められた思いや願いが手に取るように分かるというか、大切に守ろうって気持ちになります。やっぱりか。君なら僕の感覚を分かってくれると思ったよ。エルタは一つ一つの音や言葉を大切にできる人だ。だから人の心を引きつけられる。特にあの歌はプレガンド、そう、祈っているようだった。カロさんの歌も祈ってるように聞こえました。エルタにはそう聞こえるのか。やっぱり君は祈るように歌うのが好きなんだね。ああ、そっか。カロさんの歌は人によって感じ方が違うんでしたね。でも嬉しいよ。僕は祈るつもりで歌っていたから。この歌が届きますように、みんなが安らぎに包まれますように。わーい、よかったです。もう一人で行くなんて危ないじゃない。暗いし魔物だって出るのに。ルリアがいるからカロの居場所は感知できたけれど、あなたの居場所はわからないのよ。すみません。そうですね、
カロさんと会えていたからよかった。迎えが来たようだね。エルタ、僕は芸術の力を信じてるんだ。こういう時だからこそ、きっと何かの役に立てる。そう信じてる。一緒に頑張ろう、エルタ。その絵。そうだね。気にならないなんて嘘です。そうじゃなければ、直したいなんて思わないじゃないですか。送っていかなくてよかったの？あ、しまった、カロさん！気持ちだけで十分だよ。夜も遅いし、君たちは早く帰って寝た方がいい。もう心配はいらないみてえだし。芸術の力を信じる。どうかしましたか？ううん、なんでもない。よい。うわ、ご苦労さん。ついに港からここまで。これで物資を運ぶのが楽になるわ。頑張った甲斐があったわね。おい、あっちに物資が届いたぜ。団長さんたち、こっちの道も使えるようになったんだ。ありがとう、菊池さんたちが手伝ってくれたおかげだ。この調子で町の方の片付けも頑張りますね。助かるよ、君たちがいると心強いや。あ、カロさん、そういえば港でもカロさんの絵を見ました。あちこちに飾られてますね。私も工房の近くで見た。毎日手伝ってくれてるのに。誰かが喜んでくれるんならあれくらいいくらでもかけるよ。さあ、おしゃべりは向こうに届いたっていう積み荷を下ろしてからだ。お姉ちゃん。え？私かしら。うん、あのね、僕、お父さんのことでお姉ちゃんとお話がしたくて。ええ、構わないわ。ここだと作業の邪魔になってしまうから、あっちに行きましょう。エルタさん、偉いですね。いえ、楽器を触ってた方が気分転換になっていいんです。それにボーイングだけでも練習しないと思ったように弾けなくなっちゃうので。セルフィラは練習しなくていいのか？そうね、私たちの作業は道が通って当面の生活が安定するまでって話だったよな。他の気空団にも依頼はかけてるみてえだし、そう長くはならねえと思うぜ。そう、ならいいのだけど。ん？セレフィラさん、何かあったんですか？実は今日、あの画家の人の子供に声をかけられたの。お父さんがひどいこと言ってごめんなさいって謝られたわ。ひどいこと？実は前にこう言われたことがあって。ありがたいぜ。そんなこと。それでね、島の人がそういう態度は良くないって、あの子は大人たちの会話を聞いて代わりに謝ろうって思ったみたい。私とエルタに島から出て行ってほしいって。え？なんでだよ。普段は優しいお父さんが私やエルタを見ると怖い顔になるって言っていたわ。怒ったお父さんは見たくない。特に絵を投げ捨てたお父さんなんてもう絶対に見たくないって。そうでしたか。でもあのお父さん、どうしてあんなに怒ってたんでしょう？あの人、災害で奥さんを亡くしているの。避難の途中でどうしても持っていきたい絵があるって奥さんだけ家に戻って、それでその絵を憎んでも当然よ。他の絵だって絵というだけで目に映るのは辛いはずだわ。けどよ、原因は音楽じゃねえのに。いろいろ敏感になっているってことじゃないかしら。とにかくそういうことだから、私とエルタだけでもこの島を出た方がいいと思うの。
船で留守を預かってる人と交代するというのでもいいわ。団長さん、いいかしら。どうして？そうですね。僕も、そう思います。僕たちは、演奏家としてこの島に残っているわけじゃないですし、この状況で人手が減ったら、困る人も多いと思うんです。それに、演奏家って言ったら、そう、ね。気空団の団員として、私も復興作業に集中するわ。あれ？急に降り出しましたね。団長さんたちなら、ああ言うだろうって、初めから分かっていたくせに、どうしてがっかりしているのかしら。私、そんなにこの島にいたくないの？スレフィラさん。今夜はもう、寝ましょうか。気を使わせちゃった。なんだか自分が情けない。あ。すぐにやむだろう。寝ぼけていないで起きて！大変だ！君たち！って、カロさん！わかってる。補給の木材はまだ来ねえのか！いいからこっちを抑えろ！届く前に柵が壊れたらも、土のはこっちに持ってきて！早くしろ！さっさと作業を済ませねえとき。僕はこっちを手伝ってくれ。手が足りねえ。はい。オイラたちも行く。セレフィラさんとルリアちゃんはこっちで荷車の誘導を手伝って。分かったわ。カロは土のうの設置をお願い。うん、大丈夫。おお、ここ、この斜面を落ちたら怪我する。木材が届いたわ。でも、エルタたちのとこ。俺がそっちに行く。よし、これで固定するぞ。そんな。ちくしょう。もういつ土砂崩れが起きてもおかしくはねえ。撤収だ！自分の身の安全を第一に考え。でも、まだ柵の作業が。降りろって言ってんだよ！わかり、落石で道は塞がれるし、二次災害は起こってしまうものよ。とにかく、ここは危ないから、避難所に戻りましょう。ええ、そうよね。二次、でも私、そこ、あの絵、ちゃんと画家の人に受け取ってもらえますように。